20回今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。大花賞いかがでしたか？はい、いやこの大花賞がすごく個人的にも楽しみにしていたレースだったから、うん、もう今日はでも昨日寝れなくて大花賞が楽しみすぎて2日ぐらいちょっと寝れなかったんですけど、そんなにちょっといろいろ考えて、でも今日はすごく、まあ、お天気も良かったし桜も残ってくれている中で、いや本当夢のようなレースを見せてくれたなと今胸がいっぱいですね。いやすごかったですね、うん、頑張れ馬券、頑張りき頑張りき馬券 も、はい、リバティアイランドで、いやでもスタジオにもリバティアイランド本命にされている方も多くて、うん、まあ、恋さんもされてたし、実質そうです、実質本命みたいなっておっしゃってたのでまあその背中を押されたのもありますし、パドックを見て、あこれは違うまでも考えてたけど、ね、選手ハーパーとかの名前も出てましたけど、ハーパーとかもギリギリまで迷ったけど、やっぱあの状態を見て仕上がってるなと思ったので、もうやっぱり乗らせていただいてリバティアイランド、リバティアイランド、いやすごかったですね。いやすごかったですね。モズメイメイコナコースト、さあそしてその外からペリファーニア、真ん中からシングガットソング、ハーパー来た、そして外から黒い帽子リバティアイランド、さあ変わってるか、リバティアイランド変わってるか、ペリファーニア粘っている、内コナコースト、リバティアイランドも迫る、内コナコースト粘る、真ん中ペリファーニア、リバティアイランドかわした、リバティアイランドです。堂々と一番外からかわしたりました。かっこよかったです。私もちなみに、はい、リバティアイランドを軸にワイドでもう絞りきれずに結構たくさん買ってしまったんですけど、まあ、結果としては9番のコナコーストと14番ペリファーニアも入ってたので、すごダブル的中ということで、すごいおめでとう、ありがとうリバティアイランドっていう感じですね。本当にすごいね、買い方が、はい、私でもあのリバティアイランドも勝てたんだけど、他にも、はい、あ他にも、もう今日は決められない、決められない、やっぱりすごいいい馬がね、素敵な馬が揃ってたから、ね、新緑化にもちょっと期待してたりとか、確かに前走がもう衝撃的でしたから、それもあって副賞で買っていたのと、やっぱりやつ諦めきれなかったハーパーハーパーも結局4着か5着とかそれでね、すごい、いやでも力を見せてくれたなというふうに思って、そこも実は買ってました。はい、もうね絞りきれない、絞りきれなかった。でもやっぱ個人的押し馬は、うん、あの2番人気だった、はい、あライトクオンタム、ライトクオンタム、そう、うん、ライトクオンタムがやっぱり顔がね本当に可愛らしくて、目つきがそう、白目がちょっと多めのそう、表情豊かな目が可愛くて、うん、これからもちょっと見たいなという楽しみが、いやそうですよね、うん、ライトクオンタムもますます期待していきたいなと思います、うん、いやどの馬もすごかったな、ペリファニアもすごかったね、ペリファニアもエフフォーリアっていう強い馬の妹で、ねえ無事3着入って、いろんな物語があるんだな、いや本当ですね、まあ、でもこれまだ開幕戦ですから、うん、ヒンバクラシックの、そっか、いや楽しみ、ちょっとね、ますます楽しみにやっていきましょう、うんうん、でね、うん、私たち先日、うん、ご飯に行ったんだよね。ついにご飯会に行きました。楽しかった。ありがとうございました。ね、念願で、念願の、いや本当に楽しくて、うん、あのせっかくこっちの方に遠征私もしているので、ね、関西の方に、関西のご飯食べたいなって思ってたところ、美味しいねお好み焼き屋さんに連れてってくださって、すごい楽しかった。楽しかった ね。結構しっかり、うん、あのハイボールを、はい、いただいてしまいました。で、でも、うん、多分トータルではユカノが飲んでたと思うね。そうだっけ。そう、なんかねすごいハイボールにこだわりもねあるんだなっていうのを、いろいろ二人でメニュー見ながらハイボールもなんかたくさんあって、いろんなねお酒悩みながら選んでっていう、美味しかった、美味しかったよね。あのなんだっけ、うん、初めて食べた卵と、あ、豚肉のとんぺい焼き、ユッカーがとんぺい焼きを初めて食べたっていうのに結構衝撃的で、あんまり食べたことなかったの、ね、関西では割と定番というか、うん、そうなの、そういうものだったんですけど、そうなんだ。結構あの関西遠征とかグループ時代も多くて、うんうん、あのライブとかに行ったりとかしてたけど、あんまりそのお好み焼きとかは食べるけど、とんぺい焼きっていうの出会わなくて、そうなんだね、美味しさにびっくりした。すごいとろとろで、
本当に感動して、あ、これ結構いくらでも行けるやつかもって本当にそう、ゆっかんがのお店出た後も、いや、とんぺ焼き美味しかったなみたいなすごい気に入ってる感じで、そう、これからも食べたいね。そう、なんかあのお店のはトロトロで、中にマス、上にソースがかかってるんですけど、中にマスタードも入ってて、 あれマスタードだったんだ。マスタードも入ってたんで、なんかちょっと変わったというか。あ、そう、あれオーソドックスじゃないんだ。オーソドックスではないんですけど、まあ、これありだなってすごい関西人ながらも思いました。いろんなの食べてみたいなね、これから。なんかすごい黒いお好み焼きも食べたよね。あ、そう、なんかあれイタリアンな感じの、イタリアン、なんかイタリアントマトとチーズが乗ったお好み焼きで、お好み焼きで見た目が真っ黒で、岩かなと思ったんだよね最初岩ってなったんだけど、食べた、なんか黒いご飯だなと思って食べてたらなんかタテヤンが、あ、これはあの下の生地にキャベツが入っててって言ってて、あ、これキャベツだったのかって言われて気づいたみんなご飯かな岩かなとか言いながら食べたらキャベツだったっていう。そう、あれ美味しかったね。でもね、創作お好み焼きも美味しかった。楽しかった。またご飯ね、またぜひ行こう、行こう、行こう、行こうぜひ行こう。そう、 あとね、これ実は、うん、あの高橋健二さんから競馬エイトの、はい、あのこの間実は預かり物というかいただき物をしまして、健二、高橋さんからの健二さんっていう初めての呼び方しようとしたから高橋さんからの預かり物、預かり物で、なんかプレゼントをいただいて、これ二人でぜひお揃いにって、素敵な、かわいい、あのチャームをめちゃくちゃかわいい高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございます。お揃いにって、なんか YouTube も楽しみにしてますって言ってくださって、そうなんですね、お月のお手紙を添えていただいて、いや、ぜひタテヤンとお揃いのものをって、ありがとうございます。ありがとうございます。高橋さん、すごい嬉しい、嬉しい、かわいい、ちょっとなんとも言えないかわいさ、ね、これ私の大好きなイラストレーターさんで、あ、そうなんだ、小川樹さんっていう、へえ、そう、このかわいい、ちょっとゆるい感じのね、ゆるいそう、好きで、もしかしてスタンプも持ってる。あ、持ってる。あ、ゆっかのラインでも馬のスタンプいっぱいで送ってくれるんです。いろんなイラストレーターさんの、小川樹さんのいろんな種類があって、あ、そうなんだ私も使わせてもらってて嬉しい。いやー、かわいい、ありがとうございます。実はちょっと昨日岡所で私もターフィーショップに行けて、あ、昨日行ったんだね。そう、それで私からもちょっとペアンとお揃いにしたいなと思って、今日誕生日だったっけっていうくらいのプレゼントいただいちゃっていやいや、このイニシャルが入ったかわいいチャームを見つけたので、あ、ターフィーショップで、そう、ありがとう。セーナの S で、あ、セーナの S、かわいい嬉しい、これめっちゃおしゃれ。優香のワイとお揃いで、あ、ありがとう、嬉しい、お揃いが一気に増えた。お揃いが一つになって、やったー。これも絶対、うん、カバンとかポジとかにつけさせてもらいます。やったー、嬉しい、ありがとう。競馬場もね、ゆっくり見れなかったけど、うん、馬グッズショップはすごい可愛いものがたくさんあって、いや、楽しかった。やっと昨日イベントちょうどやってて、うん、それで合間に、そう、念願のターフィーショップ楽しかった。いや、もうゆっかが全力で競馬楽しんでるっていうのが楽しく応援させていただいてます、ね、私も楽しませていただいてますこれからも全力で競馬を ねレースを応援したいなと思うので、はいはい、クラシックも始まりましたから、うん、ますます気合い入れて頑張っていきましょう、うん、はい、頑張り気です。頑張り気で、また来週もぜひご覧ください、はい、ご覧ください。かわいい